はいどうもはいどうも、ご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。運極ボーナスありがとうございます。というわけでね、昨日引き続きなんですけども、コルセア使って今度はね、除火やっていこうと思います。もうコルセアはね、正直どこでもいけると思うんですよ、16バリアクエストであれば。昨日ね、ラウドラで使ってみたんですけど、やっぱりね、超重力の恩恵もあってよく動いてくれて、たくさん倒してくれました。でね、今回ジョカなんで、もう完全にね、運枠一体の、あと全部コルセア。この暴れっぷり。今ね、全キャラが超重力を持ってるんで、この号令の火力がね、半端ないんですよ。これでね、楽しく、ジョカクリアしていこうと思います。もうね、正直、ジョカのクエスト自体がそこまで難易度高くないんですよ。慎重ですって言ってますけど、別に全然死んでもなんでもないんで、これ。まあ、今ね、これ台湾版だともう全然急超絶なんで、今の一手はちょっと雑だったな。ちゃんとやろう。そうなんですよ。なんで、難易度自体はね、全然高くないんですよ。だからこそ、あ、ミスったか？あ、ミスったね。あ、でもご利用してもいけそうな気がするけど、無理か。だからね、今回は、きっちり、土適性とかって言われるキャラは特に使わずに、超重力組でね、やっていこうと思います。さっきからね、周回何度かしてたんですけど、やっぱね、強いのはソロモンとかなんですよね。分かりきってることですけど。まあ、友情コンボ強えな。ソロモンとかが強いのは分かってるんですけども、前の前に撮った動画かな？ジョカは。超重力組でやったんですよ。その時はね、光属性しっかり積んで、ソロモンとかも入れてみたんですけど、多分、さっきからプレイしてる感じ、多分これ、殺せやでもいけるなって思ったんで、この編成でやっていきます。で、せっかくなんでね、号令はもうポコポコ、3体いるんで、1体はラストまで取ってきますけど、ポコポコ使っていこうと思います。さあ、これね、ちゃんと削るとか削ないと。あ、いいね。いい削り。これ一応ね、説明します。レザバリ同士と、レザバリなし組がね、セットになってるんで、こう、仮にね、今右下のレザバリザコが結構削れてたんですけど、そういう場合は、ゼガヒでもね、軽く叩いて倒せるキョンシーの方のレザバリを確実に一回叩けるように引っ張ると、ザコ処理のね、無駄がなくなります。もう失敗してるけどね。まあでも友情で溶けたりするし、ね、オッケー。すいません、技術じゃなくてキャラに頼ってますけども、まあまあいいじゃないですか。楽しいし。残り2ターンで即死が来ますね。ちょっとピンチじゃん。うわあ、行かないか。ああ、これ負けるね。号令使います。2段階目貯めたかったけど、まあ、しょうがないか。多分ね、3ピリ左側入ってあげればいけるんですけど、そっからまたね、雑魚処理開始って思うとめんどくさいんで、もう号令使っちゃいます。いや、強いよね。超重力全員できっちり飛んでくれると。これね、普通の号令なんですよ。まあ、要は大号令じゃなくて普通の号令なんで、飛んだ味方が他のキャラに当たってしまうと、止まってしまうんですね。友情コンボ出して終わっちゃうんで、そこはね、注意してプレイした方がいいと思うんですけども、今みたいに全員が飛んでくれると、大号令よりも倍率だったら高いです。全然。どうしようかな。よっ。おー、いいね。いいね。そうだ、コルセアね、この3体編成だと1体拾ってくれれば、ブロック内を駆け回って、なんやかんやで全員に触れるんで、非常に暴れやすいですね。オッケー。で、友情コンボもね、超強貫通込みの18なんで、全然強友情なんですよ。だコルセアの強化率でかなり高め。台湾版でこの間ね、属性源の、マソ。マソがね、重心化したんですけども、友情コンボも同じく超強貫通ホーミング。で、アビリティが普通の重力バリア。ただし、マインスイッパーが EL。っていうキャラが出たんですよ。コルセアはね、それの、まあ、マインスイッパー EL はないけども、その代わりに、マインスイッパー EL からない代わりに飛行になったけど、その代わり超重力っていう感じで。
まあ、なんだかんだねバランスは取れてます。コルセア今の時代に合ったね重心化の強化なのかなとも思いますね。メベムが未だに現役ってすごいけどね。メベム古いからね、この子も最初に出た時びっくりしたからね。メルエムさんはカウンターキラーを持ってる超重力キャラ、普通に強いやんっていう。よっ、いけるかな、いけないか、いけないか、ごめん、ミスった。そう、コルセアガンダはねブロック内に配置されちゃうと全然イチャイチャいけないんで火力が随分落ちます。よっ、いける、まだいける、まだいける、入った。いや全然強い。これだってもう雑魚処理終わった時の友情コンボ結構な火力出るからね、メルエムで動くと。というわけでボスです。さあゴーレムもなんか溜まり始めてるね。どうするかな。なんか一手全滅とか一番楽しいんだけどね。お、いいね、暴れて暴れて暴れて削ってくれれば十分。あー十分だね、このぐらい削ってくれればあとはメルエムで引っ張らなければいけるでしょ。カウンターキラーも乗ったし、あ、そっち行っちゃったか。あー、まあ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 、いける。下からこう順々に登ってて倒して倒して上まで行っちゃう。あ、ちょっとパワー足んなかった。まあ、ちょっとパワー足んなかったけども友情コンボでね。ここからも友情ゲーです。超強貫通本命をいっぱい出して暴れるだけ。一体触れなかったけど、この削り。いいね。だからね、正直、まあ、さっきからね、結構マルチプレイで今回は回らせてもらったんですけど、ジョカなんですけど、多分アンチブロックね、そんなにいらないんですよね。まあ、雑魚処理の時にやりやすさは出るんですけど、だったら超重力でぶん回した方が早いし、なんだろう、ストレスフリーな感じがする。いや、暴れよ。いけるでしょ、もう。OK。マジね、コルセア超可愛い上に強いっていう最高のキャラですね、本当に。2体目もね、明かしつけてもっとゴリゴリ強化しようかなと思ってるんですけど、何せそんな暇がないっていうね。ああ、そっか、次終わっちゃうのか。あ、そうだね。次、撃とうか。うん、撃とう。いい加速だ。次のコルサー撃たずに、次の大号令、大号令じゃなかった。2段階目ね、撃っていこうと思います。超重力で加速、なおかつ28ターンの倍率、絶対楽しい。お、いいね。あとは上が解ければ。オッケー、いいわー、マジか、左上残っちゃった。残っちゃったか、別に、まあ、残っても問題ないんだけど。さあ行きましょう。2段階目ストライクショット。この方がダメージ分かりやすいかな。あ、強化倍率も半端ないね。つえ。これはもうこっからストライクショットトントントンで、いや、メルエン別に打たなくていいんですけど、コルセアの2段階目ストライクショット打ってザコが全滅して、で1段階目ストライクショットで、残りの HP を削り切る。こういう作戦でいきます。メルエンも削ってくれれば別に。あー、倒しちゃったか。まあまあまあいいや。で、2番手のコルセア打ちます。ストライクショット。飛んだ飛んだ。あ、一体動かなかったか。まあ十分だよね。さあ、1段階目だけで打っていきましょう。これ倒せるかな。弱点右に来てるんで、これ多分叩けたかな、そもそも。ほい。もう暴れてる暴れてる。もういいね。ただね、コルセアの一個ちょっと残念なところが、攻撃クリティカルでも友情クリティカルでもなくて、ドシンプルなね、シールドっていう。シールドってこう強キャラにね、
当てがわれる割合が高いと思うんで、モンスターストライク側からしても多分コルセアは結構の強キャラなんじゃないかなと思います。そう思われてると思いたい。メルエのストライクショットは長いんでこれで終わらせます。東京貫通ホミ OK。 あ、叩いてるわ。いや本当に楽しいね。やっぱね、自分の好きなキャラを使うモンスターストライクはね、面白い。あとまあ難易度が若干低めなクエストだからね、こうなんだろう、ストレスがなく回れるのもいいよね。うん。というわけで今回ね、コルセア重心化3体編成でプレイしてみました。ご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたしますと。バイバイ。